皆さんがお集まりいただいておりますので紹介をしていきたいと思います。それではまず最初に同志社大学教授の浜典子さんです。お願いします。やっつけ倒すことはできるということはすでにして見えている。
かの、日々、このまま声高にアデノゼン叫ぶ声を一緒に上げていきたいというふうに今思います。どうもありがとうございます。